写真拡大。ソフトバンク 8-7 オリックス11日ペイペイドーム。ソフトバンクの柳田悠岐外野手が11日本拠地ペイペイドームでのオリックス戦で3安打2本塁打5打点と大暴れし、チーム2回にリードを5点に広げる13号ツーランを放つと、逆転を許した6回には右手1本で右翼ホームランテラス席へ運ぶ逆転の14号スリーラン。今季2度目の1試合2本塁打で勝利に貢献した。この日のヒーローインタビューで柳田はこう言った。お前は悪くない、悪いのは千賀だって言いました。逆転スリーランを放ち、ダイヤモンドを一周して本塁を踏むと、そこで待ち受けていた川瀬明内野手の頭を軽くポンポンと叩きかけた言葉だった。川瀬は5回に先頭の安達のゴロを引くエラーを犯し、さらに山足の夕ゴロで周東からの送球を捕球できず、この回2つ目のエラーでピンチを拡大させてしまった。このあと先発の千賀は吉田誠に敵地打、岡田には逆転の満塁本塁打を浴びて一気に6失点。5点あったリードは一瞬にしてなくなり、逆に1点のビハインドを背負うことになった。6回の逆転弾はこの川瀬が四球を選んで出塁したところから始まった。柳田は光が四球を選んで出てくれたのでなんとかしたいなと思っていました。若い選手ですしショックが大きい。チームが勝てば切り替えてできると思ったので、それだけ考えてましたと振り返り、なんとか後輩のミスを帳消しにしたいと思って入った打席だったことを明かした。ただ、悪いのは千賀と語ったのは、決して冗談ではなく、本心から出た千賀への叱咤でもあった。試合後には、千賀が悪いでしょ?エースと言われているのでそこはやっぱり川瀬の気持ちはわからないだろうな、彼にはと柳田。2つの失策を犯した若い川瀬に責任を感じさせないためにも何が何でも抑えてほしい。それがエースのあるべき姿だと柳田は千賀に求めたかった。チームのみんなが思っていると思いますよとも語っていた柳田。エースだから、千賀だからこそ、仲間が求める役割は大きい。そんな思いもあって溢れ出た、悪いのは千賀の言葉だった。福谷祐介、祐介福谷。